本日は初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスの記者会見にワールドプロレス女子プロレスディアナ様の皆様にご参列いただくことになりました。初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスはこの度より井上京子様が率いる、そしてジャガー横田様が所属されますワールド女子プロレスディアナ様と協力体制を引くことになりました。本日はですね、ディアナ、私の所属するディアナ、そして、女子のアドバイザーとして、雇っていただいているストロングスタイルプロレス、この両団体をちょうど私はどちらのにも足を運び、どちらの団体の雰囲気も知ったわけですが、そんな中で、やはり どちらも、帯に短し、たすきに流しじゃないですけど、何か足りないものがあるんじゃないかというふうに考えたときに、両団体が協力し合えればやっぱり大きなものになっていくんじゃないかなという案から、それぞれの団体に相談して今日に至っております。今後とも、真ん中の橋渡し役、そして団体がそれぞれ大きくなっていくように、協力していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ジャガーさんが協力団体のことを今話してくださったんですけども、実は私は、デビュー当時、そして若手と呼ばれている時から、初代タイガーマスクの試合を毎回もう昔はビデオテープだったとか、ビデオが伸びるぐらいもう大好きで大好きで毎日見ておりました。まさか、33年経って自分が団体をやって、そしてこの協力団体というここまで来ると誰が思ってましたかね。自分でもびっくりしております。先ほどジャガーさんがおっしゃってくださったように、これからまだまだディアナも伸びしろあると思います。そしてもちろん、まあ、本当にさっきから緊張してるんですけど、初代タイガーマスクさんからいろいろ学べるところがあると思いますので、もっともっとお互い協力し合って、プロレス界の未来どんどんつなげていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。そしてよろしくお願いします。ありがとうございます。では京子さん、ありがとうございます。まず提携の話が少しあったときに、協力し合うことがあったときに、まずジャガーさんの人柄を見て、こんなに信用できて確実に誠実な人はいないなと思って、こういう結果になって本当に満足です。今京子さんの方から私のことを褒めていただきましたけど、私も京子さんが私の友人藤原敏夫と暴れたことをよく知っています。暴れてなんと藤原敏夫を押しのけて便器を割ったという話をよく知っています。そのお二人がいる団体、ワイルドの団体とまた一番ストロングスタイルが合う、ぴったり合うと思って私は思ってます。またタイガークイーンの話もありますし、今日はここでしていいのかどうか分かりませんが、こんなぴったり合う、そしてプロレス界のために邁進していく、私のこれからプロレスに対する恩返しができるこの提携を本当に喜んでいます。皆さんこの提携を喜んで受け入れてください。よろしくお願いします。コロナでもって毎日のように本を読み、先日は目を痛めまして、約2週間ぐらい、寝床の中に進言いたしました。宮本武蔵を読み、山中鹿之助を読み、塚原牧伝を読み、柳生兵庫之助を読み、いろんな本を読みました。今86歳、今という今なる時はなかりけり、魔の時来れば意の時は去る。その今、天地の資源が今である。新しい人生がこれから始まる。しかし今のプロレス界を見てると、全く面白くもなんともない。私が携わった時代のプロレスとはこういうもんじゃなかった、そういう思いでいっぱいであります。今回はこういう形で協力関係ができるということは
私にとっては非常の喜びであります。しかしレスラーを作るの、ヒーローを作るっていう前に、まずあなたたちが間違ってるのは新馬久志を作ることであります。私は自分の口で言うのもおかしいですけれども、新馬久志がいた昭和の新日本プロレスほど面白い時代はなかった。そしてそれに携わっていたマスコミの人たちも本当に自分たちでアイデアを出しながら、プロレスというものをいかに自分たちの筆によって、自分たちの言葉によって多くの人々に理解させ、そして多くの人々が観客として会場に勤めるような、そういうような書き方をしてくれていた、そういうマスコミが一体となって、昭和の新馬久志がいて、アントニオ猪木がいて、タイガーがいて、藤波がいて、長州がいて、坂口誠二さんがいた、馬場さんがいたプロレス界でありました。今回合同でもって協力体制を作るということは非常にいいことだと思う、いいことだと思うけど、私はもうここから一日も早く抜け出したい。孫と遊んでた方がよっぽど楽しい。私が楽しみ、そして喜ぶプロレス団体をジャガー、タイガー、そして井上、この3人が協力し合って作ってくれるということでもあれば、マスコミの人々に手伝ってもらいながら、タイガークイーンという新しいスターを、誰がどういう形でこの人を育てて、そしてこの人を中心にして、タイガーマスクがもう一度カムバックして、タイガーが辞めたリングというのは、私はお寺の住職の息子です、お通夜の席の棺を担ぐ人にはなりたくない、生まれた子供を育てていくような、そういうような気持ちをいつまでも持っていきたい。私はジャガーにも期待する、井上さんにも期待する。タイガーがいないリアルジャパン、ちっとも面白くなかった。平井が頑張って頑張って頑張り抜いたけれども、平井が新馬久志になりきることができなかった。タイガーがいないリアルジャパンをジャガーさんと井上さんとで協力し合って、そしてタイガークイーンというこの新しいスターをこれからどうやって第二の初代タイガーマスクになって、それを育てていくかという、そういうことを私は望んでおります。私はもう10月の試合を見て会場には足を運ばないつもりでおります。私を会場に足を運ばせるほどのことを、この3人と平井と、そして不破さんとで考えながら、そしてタイガークイーンをいかにこれから売り出しているのか、そういうことをマスコミの人たちと一緒になって考えて、私の86になって、あと余命は1年か2年、それがプレス会場まで見に来るような、そういう体制を作ってもらいたい、こういう思いです。さっき平井からも言われました、長々とはやめてくださいって。ジャガー横田さんからも言われました、志摩さん、私は女子プロの魂でもってあんたに文句を言いたいことがある、今日は胸ぐらを掴んで引きずり回してやりたい、そういう思いです。そういう思いがあるんなら、そういう思いを新しいスターを作り上げる原動力にしてください。新馬久志を生んでください。誰が特別功労賞をくれました、東京スポーツです。誰が殿堂入りをしてくれました、ビスマクマホンの矢子です。そういう人間誰がなってみたらどうだって、私はそれを言いたい。私の孫は今必死になっていろんなことを暗唱しています。不倫火山も暗唱し、春坊国破れて三狩りも暗唱し、風少将として液水さむし、いろんなことをやっております。今日は皆さんにお願いです。第二のスターを育てるための、そういうこの三者の話し合いでもって、新しいアイデアとともに新しいスターが生まれることを望んでいます。
ません。ありがとうございました。さて、私たちワールド女子プロレスディアナ、そしてストロングスタイルプロレスさんが協力体制を結ぶということになりまして、非常にワクワクしております。私はプロレス界の魔法継承者という形で私はメルヘンな試合をいつもしているんですけれども、もともと私は総合格闘技の出身です。現役の総合格闘家でもありますので、そういった面では非常にストロングスタイルさんの試合に影響を受けている部分もございます。男子選手の強い蹴りを間近で見て、とてもうお、あれ、あんな蹴りを受けてみたい、あんな蹴りを打ちたいと思ったこともございます。ぜひですね、今後は男子選手ともやり合えるようなストロングな選手になって、ディアナとストロングスタイルのどんどん発展に貢献できればなと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。今以上に迫力がついて盛り上がるんじゃないかなと思います。その中でもストロングな試合ができるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。プロレス界を盛り上げていけるように私も頑張りたいと思っています。よくジャガーさんがストロングスタイルプロレスさんに参戦されるとき、セコンドで後楽園ホールの方に毎回伺っていたんですけども、自分もここに出れたらなと密かに思っていましたので、今回こういう関係になれたことをとても光栄に思っています。頑張りますのでよろしくお願いいたします。ストロングスタイルプロレスマッシュハヤトです。そうです。この話聞いた時にすごい話だなと思ったのが1点と、そうです、一石を投じれるようなこういった大変な今世の中ですけど明るいニュースだなと思ったので、8人ですか、合計で8人選手いる中で順序を無視して僕はどんどん向かっていきたいと思うので頑張っていこうと思います。以上です。ありがとうございます。スーパーネガです。今回、女子プロレスリングの、華やかさと、我々ストロングスタイルの厳しさ、このまた2つの、表現を持って世間に我々のプロレスリングを見せていけたらと思っております。そういった部分でも今回の提携は非常に大きな一歩だと思ってます。これからもしっかりと頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。大学院ジャバさんがすごい可愛がってるみたいですけど、私もジャバさんの作ったクライシスっていうユニットで、はい、ジャバさんの右腕として長い間やってきてるんで、はい、もし日本語わかります？え、わかんない。もし大学院と私やらせてもらえるんだったらぜひやりたいんですけど、大学院がどんなもんか、はい、私が試したいなと思ってるんでお願いします。そうですね、今のところですね、試合数を増やすという意味でお互いの興行に、選手を貸し出すということで、そうですね、ディアの大会には、ストロングスタイルの選手を、そしてストロングスタイルの興行には、ディアの選手をということで、お互いの、まあ、花を添えるという意味もありますし、試合数を増やすという形にもなりますので、そのように進めていく段階にあります。はい。まず女子プロをなめんなよというところでしょうね。あの試合を見て感動しない選手とはいないでしょう。そして男子プロレス以上に何か魂を持っているというものをひしひしと感じます。男子プロレスがちょっと変わってしまった、島さんがおっしゃるようにちょっとどころではない、全然魂を抜けたような試合が、魂の抜けたって言ったら失礼ですけども、実力だけ、形だけ、そういったプロレスではないものを女子プロの方々は持ってる。そしてそれが学芸会でないようなことは魂で動いてるってこともよく分かってます。あの試合を見たらその影響力が男子プロレスにも影響してほしい。この一言です。これが私がこの世界に恩返しをして残す一つの手がかりになったらいいと思っています。
以上です。